こに語るは神の獣を宿す一人の巫女の物語。彼の地に黒き災い来たりすとき、古の約定に従い神獣降臨する。それは幾百年紡がれし忘却の歌。百物語第7話、神獣コタン。古の約定に従い神獣降臨する。巫女はその手に剣を取った。青年は一人荒野に立ち、空を仰ぐ。百物語第7話、これにて終幕。